200人突破記念エピソード人狼殺にお越しくださりありがとうございます。こんなアルバイトや仕事をしてみたい。で、人狼サイドは絶対やりたくないアルバイトや仕事をやってみたいかのように言う。ね、やりたくない仕事をやってみたいかのように言う。まもなくゲームスタートです。身分を確認してください。夜が来ました。目を閉じてください。人狼は目を開けてください。人狼は人を殺してください。よろしく。はい、よろしくお願いします。要は、やりたくない職業とか。そうだね。来ちゃったね。考えてなかったわ。私も考えてなかったっすわ。ちょっと考えまーす。人狼引くと思わんかったな、おい。やべえな、これ。どうするべ、どうするべ。やりたくない仕事か。そうだね。立ち仕事。なんだろうなぁ、なんだろうなぁ、朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。自分からじゃないべね。4番のプレイヤーは発言してください。はい、初めまして。4番森の家と申します。ずっと考えてたんですけれども、どんな仕事をしたいかっていうのは、基本的にそうですね。私は、なんかいろんな人と話を、お話をしたいのでね。結構あまりね、人とお話しするのは、得意ではないんですけれども、好きなんですよね。で、そう考えたときに、一番楽しいというか興味があるっていうのはやっぱり犯罪者の考えてることって何考えてるんだろうなって一番気になるので、やっぱり刑事ですかね。なんかそういう犯罪心理学とか面白そうじゃないですか。すごいね。なんだろう、そのね、いろんな犯罪を犯す人がいますけれども、何を考えてそんなことをするのかとか、どういう理由があったのだとか、犯罪者聞いてみるとすごく面白かったりするのかなって思ったりしますね。嘘に決まってるだろうってなっちゃうよね。他にはあまり思いつかなかったので、何にしよう。まあ消去法ですけれどもね。まあお話ししてみたいなって、どんなことを考えてるのかなっていうのが、やっぱり自分と全然考えが違う人とお話しするのって、面白いじゃないですか。ありがとう。結構ね、その、なんだろう、同じ考えを持ってる人とお話しするのって、やっぱり友達としてはいいですけれども、やっぱり仕事とした時には、やっぱり自分とは、なんだろう、育った環境とかが違う人とお話しするのが面白いかなと思います。警官だと？はい。2周目には考察ですかね。5番のプレイヤーは発言してください。結局警官ってことかな。あ、仕事と言ったら社会人ですね。社会人はどんなことを目的でお金を集めてちゃんとできるとか、そういう感じを社会人やっぱ知りたいとか。社会人って大体飲み会とかあるので社会人は仕事じゃないよ。だいたい友達の、ちょっと申し訳ないけど、友達が飲み会にしてくれたり、だから友達をいっぱい作れる公平だなと思って社会人になりたいと思います。そういう感じで社会人をやりたいんです。かわいいね。社会人で楽しそうだなと、そういう考えを持ちながら社会人をやろうと思っています。6番のプレイヤーは発言してください。
はい、6番です。よろしくお願いします。はい、4番さんが警察官、5番さんが社会人ということで把握いたしました。私のやりたい職業というかね、私も社会人なんで、今やってる職業がね、さぞかしやりたい職業になったのかっていうと、そうではないんで、ちょっと若干、5番さん、クロックを持ってますって言ったところですかね。皆さん好きなところに就職できるとは限らないというところを、先に5番のことを叩かれた。で、私はね、今働いてる職業はね、あんまり好きじゃないんで、僕がバイトした中でね、雑貨屋さんでバイトしたことがあるんですけどね、それが一番良かったかなと思います。いろんな品物をね、こう、棚卸しは偉いんですけども、いろんな品物を扱ってね、あとお客さんがね、梱包して、これを贈り物に送るのかっていうのでね、包装してくださいとかで、ね、いろんな人がね、こう見えてね、この人これを誰に送るんだろうとかっていう感じがわかるんでね、僕は雑貨屋さんが今までバイトした中で一番良かったね、雑貨屋さんですからね。はい、以上です。1番のプレイヤーは発言してください。はい、そうだね、やってみたい職業、やってみたい職業はね、やっぱり実際に今までやったことのない職業がやってみたいなって思う。自分って割となんだっけ、グロテスクなゲームがね、好きなんだよね。ゾンビ系のゲーム。なので、犯罪なり、詐欺師で、お金を儲ける。そんなことをやってみたいな。2番。のプレイヤーは発言してください。もう丸分かりじゃね。詐欺師。難しいですね。プレイヤーは発言してください。はい、3番ヘタレンです。あんまし仕事っていうのは社会人になってからやったことなくって、やってみたいなって思う職業、どうだろう、人と話すのが好きだから、どうしよう、キャバ嬢とかやってみたいかもしれない。いろんなね、人と話して。いろんな世代の方。キャバ嬢なの？ねえ、やってみたいかな。ああ、どこに？ねえ、意外だったね。でもね、のプレイヤーは発言してください。はい、すいません。2番さんが聞こえなかったんですけれども、5番さんが社会人ね、5番さんが社会人、6番さんが雑貨屋、1番さんが詐欺師、2番さんがハテナと、3番さんがキャバ嬢。どうなんでしょうね、難しいですね今回は。5番さんはまだ学生さんなのかなということで、まだ社会人に希望がある。2番さんは聞けなかったですけれども、何か言ってましたか？そうそう。ですよね。2番さんはわからない。から、どうなんでしょうね。5番さんは本当に未来に希望を持っている。やばいな。6番さんは逆に自分は社会人だから、自分の今の職業はやってるのは、知ってる身からすると、やっぱり社会人と、黒いのかなっていう感想ですよね。で、1番さんはお金儲けのために詐欺師になりたいと。お金が欲しいっていうのは、まあ、俗的ですが、まあ、忠実な欲望なのかなとは見えますけれども、ね。お、意外と黒くな、なんかね。まあ、2番さんがわからないな。まあ、現状一番白いなと思ってるのはそうだな。ちょっと散らしてもらうかな。3番さんかな。
キャバ嬢っていうのは多分あのキャバ嬢の人からすると女のやりたくないって思うかもしれないんですけど、やったことない人だと一日体験ぐらいしたいかなって思うと思うので、どうなんでしょうね。2番さんが聞けなかったので2週目に聞けないと2番さんに投票しなきゃいけないのかなとは思いますね。5番さんはどういった意味で社会人広いですからね。5番広いねのプレイヤーは発言してください。社会人したいという感じは、やっぱ友達目当てとか、友達と、なんだろう、LINE ってあるじゃないですか、ゲームって。それで大体交換したり、そしてまた友達を集めたり。だから友達を集めたいのが目当てで、社会人もしたいという感じですね。6番のプレイヤーは発言してください。はい、二週目発言させていただきます。そうですね、二番さんがね、ちょっと何かわからなかったんで、置いてきます。うん、僕も三番さんはね、非常に広く思いましたよ。うん、キャバ嬢ね、確かに女性の方なら、ね、一回やってみたいかなっていうのはね、花のある職業ですしって思いました。で、四番さんも、警察官ということでね、ベタベタなとこなんですけど、確かに憧れる職業かなと思います。で、僕一番さんがちょっとクエスチョンかなと思いましたね。お金を稼ぎたいとか詐欺師なら、まあ確かにスリリングはあるんですけどね。うん、グロテスクなゲームが好きとかっていうと、逆にお医者さんとかでもいいんじゃないかなって思っちゃったんですよね。その辺で詐欺師、おおと思いましたかね。うん、で、あと5番さんね、1週目でも言いましたけど、社会人ってね。まあ、これから夢と希望を持っているね、若い方にそんなこと言うのは悪いんですけどね。大体好きな職業にはね、つけないんですよね。これがまた、残念なことに。っていったところですかね。2番さんは2週目発言期待したいと言ったところ、うん、僕一番白く置いてるのは3番さん。時点で4番さん。黒いっちゃちょっとわからないかなっていったところ、まあ5番さんがね、夢と希望を持って社会人って言って答えてるのかもしれないですし、1番さんもそういうスリルな仕事をしたいのかって思ってるのかもしれないんで、黒いっちゃわからないんですけど、3、4は僕白く思ってまーす。うん。で、私がなんで雑貨屋さんにしたいかというとね、これまあね、もう職業ではね、無理だったんですけどね、アルバイトしてるときにね、そうやって一度はこうやって店を持って、いろんな人と話しながら接客したりして、雑談したいなって思ったところですかね。はい、以上です。1番のプレイヤーは発言してください。ねえ、すごい。そっかそっか、6番さんの雑貨屋もちょっと派手なと思ってたんだけれども、接客が好きなんですね。で、経験された雑貨屋さんが良かったと。そうなんだ。でも接客業だったら雑貨以外にも、うん、もっといろんな人と話せるお店はあるんじゃないのかなとは思うんだけどね。で、2番さんが、そう、結局どの職業、にしようか悩み中で時間が終わっちゃったのかな。次の2週目で上げれなかったら、またちょっと無言っぽい感じだったら釣り地に上げるね。で、時点5番さん釣る感じになるかな。5番さんの社会人っていうのはかなり幅が、4番さんも言ってたけど幅が広すぎるよね。社会人。でも、うん、かわいい。すっごいかわいい。まあ、学生だったらわかるよね。社会人。でも社会人を目指すって本当、人と触れ合いたい社会人になるにはどんな職業がいいんだろうね。その辺も踏まえてね、詳しく話してくれたら、どんな仕事をする社会人になりたかったのか、聞きたかったかな。3番さん。いやー、キャバ嬢すげー意外だった。キャバ嬢ね、でもね、これ本当白だと思うんだよね。え、いたちゃん、言っちゃった。3番さんって下ネタ好きだから、4番さんもまあ白いと思ってる。2番のプレイヤーは発言してください。
そうなんだね。3番のプレイヤーは発言してください。3番です。2番さん落ちてるみたいな。これ、なんか恥ずかしいだろうね。いびき大丈夫かな。憧れますよね。消音にした方がいいのかな。でも人と犯罪心理。ねえ。5番さんの社会人っていうのも幅が広いし。6番さん、雑貨屋さん。経験した上でまたやってみたいって感じなのかな。一番さんの詐欺師、これ怪しい。なんでわざわざ詐欺して儲けたいのかなってちょっと思った。それぐらいかな。以上です。投票を始めてください。弟。違う、私じゃありません。何かの間違いです。投票の仕方わかるかな。2番のプレイヤーが選ばれました。みんな全寮一。2番のプレイヤーは発言してください。これ、消音にしといた方がいいしよ。やばいな。詐欺師はどうだろうね。職業じゃないよね。犯罪だよね。詐欺師、人殺し。ゾンビを殺すのは好きだけど、さすがに人は殺せないね。聞こえてる？聞こえてないよね。ねえ、本当だ、確かに。真っ白さ、一番白い。そうね。でも詐欺師がメインのドラマってあんまりないんじゃない。黒詐欺。夜が来ました。目を閉じてください。何、黒詐欺って。人狼は目を開けてください。人狼は人を殺してください。これは神なしですよね。これはね、神なしです。どっちかがね、釣られたら、噛んでください。そうですね。はい、了解です。一話さん、詐欺師っすか。なるほど。あ、そう。詐欺師を騙す、詐欺師。すげえな。そういう人いるんだろうね。朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。5番のプレイヤーは発言してください。5番。未来とかがある、そういうことではないんです。社会人をやりたいきっかけは友達って言いましたよね。友達を作れば何でもできる。ゲームもなかったら友達と遊んで自由な時間を過ごせる。だってそうでしょ。家族とかですごい大人数いたら楽しいでしょ。鬼ごっことかできて。けれどその分お母さんはご飯作るの難しい。そう考えると遊ぶ時間がどんどん減るんです。で、社会人になって大人になるともっと遊べるじゃないですか。友達とか友人とか、そういう感じで。
だから僕は社会人になりたいという、うん、夢を持ってますね。6番のプレイヤーは発言してください。はい、よろしくお願いします。2番さんが釣られて構わなかったということは、これ、2番さんはしろということですね。はい、そうですね。これは黒要素を上げるよりも、私の白要素を上げといた方がいいのかな。もう、3番さんは白を着てしまうとね、もうそうなっちゃうんで、私がなぜ雑貨屋さんをしたいかというとね、まず、自分の店を持てるじゃないですか。こう、ちっちゃな店でもね、そういう店を持って、お客さんとこう、雑談しながらっていうね、触れ合いながら、そういう店を持ちたいなっていうのもあるんで、僕雑貨屋さんがいいのかなと思ってるんですよね。で、今までやってきた中で、そういう、いろんな、雑貨屋さんでいろんなものありますよね。この訳のわからないもの、こんなん何に使うんやっていうようなものもね、扱って、それを買っていく人がね、どういう目的で買っていくんやろうっていうね、いろんな心理が見れるんですよね。うん。そういったところですかね、雑貨屋さんっていうのは。で、そうですね、もう、これ目線でいくと、3番さんは僕白っぽいですけどね、5番さんはね、夢と希望を持った、ということでね、社会人というより大人になってっていうような感じのニュアンスなんかなと思うんで、僕5番さんは白っぽい思うんで、もう相方とか関係なしに1と4をとりあえず黒に置いてますかねって言ったところ、もしかしたら、4番さんは警察官ではそういう危ない仕事をしたくないのかなっていうような感じもあるんでね、憧れるのですけどね。でも危険と背中合わせっていうのもありますし、あとなんかちょっと悪いことしただけで警察官ですぐ叩かれちゃうんでね、そういうのは嫌なのかなって、自由もなくなっちゃいますしって言ったところで、もしかしたら警察官を挙げたのかなって思ってます。1番のプレイヤーは発言してください。はい、そうだな、黒で言えばやっぱり2番さんは分からんけど、まあ、2番を黒としたら、もう一人はね、やっぱ5番さんかなと思ってんだよね。5番さんは、夢を持ちすぎてるっていうか、いや、だからね、逆に嘘なのかなって。若い子がここまで社会人に夢と希望を持つのか。いや、っていうか、そもそもね、社会人になったら、遊ぶ時間は減ることが多い。仕事に追われ、残業に追われたりするから、ぜひとも5番さんには残業のない自分の好きなことを職業にしてもらいたい。ね、人と話すことが好きなら人とより多く話せるような職業。ゲームが好きならばゲームに携われるような、そういうプログラマーとかさ。そのためにも一生懸命勉強して、欲しいなと思った。だからどうなんだろうね、そこまで分かってないような気がするからな。いや、分かってんのかな。だから社会人になったら遊べないと分かってるから、あえて社会人になりたくないのになりたいって言ってんのかなと思って。で、わちはね、そう、詐欺師なり、こうゲームの中で殺人を犯したりさ、これからやるファークライ5もさ、民間人を殺しちゃったりとかするんだけど、そういうのをね、現実世界でもやってみたいかなと思って。はい、そんな感じです。3番のプレイヤーは発言してください。はい、3番です。やれるわけない。5番さん、社会人に憧れているのだよね。うん、ああ、白いのかな。ああ、夢と希望を白く見ていきたい。6番さん、わからないけど、今のところ白っぽいのかな。1番さん、なんで詐欺師なんだろう。詐欺師ってそもそも職業、仕事なのかな。そこのところで私的にちょっと黒っかな。ちょっと思っております。最後の詐欺。4番さん、お仕事じゃない、それ。なんか、もう、勘で白しか思えない。ああ、グレーもなし。なんだろうね。お前は釣るか？釣られるかな？4番
のプレイヤーは発言してください、はい、一応訂正しておくと、私は警察になりたいんじゃなくて、どちらかというと刑事の方ですね。殺人犯とか、あと一番さんのようなちょっと危ない思考の人とお話をしたいなと思っているので、本当は一番さんをね、もう少しお話聞きたいなとは思うんですけれども、そうですね、現状3番さんも1番さんに行きたいと言って、6番さんも1番さんに行きたいと言ってるんですが、うーん、5番さんがあまり黒く見えなく、この曲ってオープン曲で2番さんって占い師って分かっちゃってるんですよね。なので2番さんは村人だし、5番さんもね、おそらく高校生ぐらいでこの発想が出てくるんだったら、相当、夢と希望を持ちすぎかなとは思うんですけれども、もしかしたらもっとお若いのかなと思ってますね。一周目の発言を拾うのであれば、一番さんってゾンビの話から飛躍して詐欺師って飛んでるので、おそらく結構考えてたのかなとは思いますね。はい、オープン曲なんですよ、ここ。私もなんで2番さん占い師のマークついてるのかなと思ったら、そういうことだったんですね。うん。今、だから5番さんを除いて、1番さん、3番さん、6番さんなんですけれども、私は今日1番さんに行こうかなと思ってますね。で、1番さんが人狼であって続くのであれば、3番と6番なんですけれども、どうなんでしょうね。6番さん結構白置きを最初に3番、4番として、今日は5番って結構、至るところにすり寄ってる感じはするなって思いますね。5番さんが素直に希望を持っているのだとしたら、6番投票を始めてください。ありえん、そうだった、ほらじゃないべ。あ、森の家さんかい。1番のプレイヤーが選ばれました。ジャムさんいらっしゃい。1番のプレイヤーは発言してください。いやー、そっかー、実はねー、人狼だったんだね。やっぱりさ、そりゃゲームの中ではね、民間人やらゾンビやら殺すし、そういう詐欺まがいなゲームもさ、面白くてやったりもするんだけど、実際やるったらなかなかできないよね。どうなんだろう、そういうゲームを選んじゃう時点でもしかしたら心のどっかでそういう願望があるのかもしれんけどね。だからその辺は4番さんにちょっと、なんだろう、探ってもらいたい感じはありますよね。ってことで、嘘でした。はい、やっぱ両親が痛むようなことはしたくないね。皆さん頑張ってください。見てます。あー、そっか、あれ森の家さんって森の番人さんではないでしょ。配信者さんではないのかな。もし配信者さんだったら、夜が来ました、下の概要欄に目を閉じてください、載せようかなって今回はね思ってるんだ、協力してくれた方は。で、この3番さんのヘタレンさんはエリタチャンネルさんでね、配信者さんなので、下の概要欄の方にエリタチャンネルの、たちのチャンネルを貼り付けてあるので、ぜひチャンネル登録してみてほしいなと思います。そうなのか、じゃあ後で聞いて概要欄に載せましょうかって、後で聞いてみようかな。あ、そうなんだ、今はしてないかもしれない。じゃあ分かんないね。朝が来ました。概要じゃなくてチャンネルが分かんないとちょっと分かんない。昨夜死んだのは5番。6番のプレイヤーは発言してください。
はい、よろしくお願いします。4番さん、1番さん初逮捕ですね。おめでとうございます。初仕事が、1番さん逮捕ということでおめでとうございますと言っておきます。仕事そうだね。これでも4番さんと3番さんどっちかが嘘ついとるということになるんですけど、もしかしたら3番さんってそういうキャバ嬢とかこうね、そういうお水系の仕事は逆にやりたくないんじゃないかなって思っちゃったりもするんですよね。月さんができるね、っていうので、僕3番さんは最初すごいね、そういう華やかな仕事なんで白着とったんですけど、逆にそういうお酒を飲んでね、いろんな男の人と喋ったりするのもしかして嫌なんじゃないかなっていうので、その辺もちょっと理由聞かせてほしいですかね。キャバ嬢って言ってね、そういう仕事になってくると思うんでね。で、4番さんは、警察官じゃなくてデカの方ですね。デカの方だね。いろんな戦利犯罪学者みたいな、いかがわしい犯罪者を逮捕したりっていうような感じなんですよね。それも身に危険があるんでね、これわからないんですけど、4番さんは僕があちこちにすり寄っとると言われて、疑われてる状態。これどっちの職業なんやろうな。僕のキャバ嬢って花はあるけど、まあ思うだけならね自由なんですけど、もしかしたらそうやって触られたりするのもあると思う。そうだよ、キャバ嬢ってさ、触られたりさ、もしかしたら一線超えちゃうことも。3番さんと4番さんのどういうとこがやりたいのかっていうのを聞きたいんでね、はい、よろしくお願いします。私はね、このちっちゃい店を持ってね、あのお客さんと接ししてしないだと思ってるんで、雑貨屋さんを選んでおります。あ、そうなんだ、梶村さん、ありがとう。のプレイヤーは発言してください。はい、3番ヘタレンです。キャバ嬢やってみたいの。普通にお酒も飲むの好きだし、昼間動くのが嫌なの。ね、人に触られるのが特に嫌では。まあ、何を言ってんでしょうかね。6番さんがいろんな人に、すり寄ってるのも気になって。4番さんは、どうだろう。どうだろうな。なんて言えばいいんだ。わかんない。けど、白っぽく見えてるんですよね。ああ、終わっちゃうかな、これ。ね。バレてるかな。言葉が出てこない。4番のプレイヤーは発言してください。現状、一周目の自分のやりたい職業について話し始めっていうのに考えてみたんですけれども、6番さんって最初社会人、今の自分に納得していないっていう感情が取られて、で、5番さんに至っても、真逆だったんですよね。5番さんって体験したことがないことを素直に、やってみたいという話の入り方で、3番さんも人とお話しするのが好きだからこそキャバ嬢っていうことを言ったんですけれども、どちらかというと3番さんの方が話の入り方には自然的かなと思ったんですよ。1番さんに至っても最初ゾンビの話をしてから詐欺師って出てきたので、いろいろ考えてる様子があって、でもし3番さんが人狼であるならば、お話ししたいけど、ただ自分とお話ししたくない人、まあ嫌いな人とはお話ししたくないのかなってずっと探ってたんですけれども、どうやら3番さんって結構人が良さそうなので、あまり人の好き嫌いがないのかなって思いますね。6番さんはどうでしょうね。難しいね。うん、でも3番さんの方が素直な意見のような感じがするんですよね。6番さんには結構闇が見える。3番さんと5番さんにはそれを感じなかった。6番さんやばいね、バレてるよ。とりあえず1番さんが、詐欺師になってお金儲けしたいっていうのがね。まあ、心のどこかに願望があったとしても、それを自制するっていう心があって、よかったなと思いますね。はい、よかった。どちらでしょうね。どちらが闇を抱えているのか。闇私は闇を抱えてそうな方に入れたいと思っています。そうなんだ。はい。そういう判断の仕方なんだ。投票を始めてください。闇を見破る。でか森の家、6番のプレイヤーが選ばれました。まこちゃん、この次参加できますか？ゲーム終了、村人の勝ちです。
はい。ハツハツオーバーババ。